こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。第33回、本日取り上げるゲームはこちら。ゲームボーイソフト、魔界闘士サガ。それでははじめに、簡単にゲームの紹介をいたします。ゲームボーイ初のロールプレイングゲーム、サガシリーズの第1弾。人間、エスパー、モンスターの中から、アドベンチャーギルドで4人編成のパーティーを組み、塔の頂にあるとされる、楽園を目指す物語。ディレクター兼、ゲームデザイン、シナリオは、シリーズ生みの親である、河津明俊さん。河津さんがゲームデザインを務めた、ファイナルファンタジー2と同様に、経験値やレベルの概念がなく、さらに、キャラクターの種別ごとに、成長方法が異なるシステムとなっています。人間は、お金で購入した、力の元などのアイテムでパワーアップ。エスパーは、戦闘後にランダムで発生する、突然変異によって、特殊能力を習得したり、パラメータが上昇していきます。モンスターは、敵が落とす肉を食べることによって、別のモンスターに変身するという、ギャンブル要素もはらんだ仕組みとなっています。容量は1メガビット。バイト換算すると、わずか125キロバイトです。ちなみに、ファミコンで発売されたドラクエ1は、その約半分の64キロバイト。FF1 と FF2 は、魔界闘士サガの約倍、256キロバイトでした。同作が、ポケモンを作るきっかけの一つだったと話す、田尻さとしさんの言葉。ゲームボーイでも、アクションゲームじゃない分野を追求できることを知った。当時、ビジュアルは白黒で、画面サイズも小さく、容量が限られている中で、いかにしてロールプレイングゲームを作るか。そして、携帯機のゲームを、プレイヤーはいかなるシチュエーションで遊ぶことになるのか。そういった様々な議論の中で生まれた作品です。音楽は、FF シリーズでもおなじみの植松信夫さん。タイトルの印象を象徴するオープニング曲、戦闘後の勝利のファンファーレなど、その引き出しの多さには、改めて驚かされます。それでは続きまして、ゆっくりの、魔界闘士サガ、1分間、あらすじ解説。かつて、神は数多の世界を創造し、それぞれの世界は、一本の塔で結ばれました。しかし、長い年月を経て、世界にはモンスターが現れるようになり、人々の暮らしは荒んでしまうことに。そんな中、人々に一縷の希望をもたらしている、一つの伝説がありました。世界の中心にそびえ立つ塔の頂には、楽園が存在するという。遥かなる楽園を夢見て、これまで多くの冒険者が、塔の秘密に挑むべく、旅立っていきましたが、彼らの運命を知る者はいません。そして、今、また一人、この世界を脱出し、楽園を目指す者が、主人公たちは、一体何のために楽園を目指すのか、本当に楽園なるものは存在するのか。1989年、12月18日発売。販売開発はスクウェア。日本国内で、約110万本を売り上げ、スクウェア初のミリオンセラーを達成し、同社の礎の一翼を担った、マスターピースの一つです。1989年、同年に発売された主なソフトはこちら。スーパーマリオランド。アレイウェイと共に、ゲームボーイのローンチタイトルとして発売。フラワーによるパワーアップでは、ファイアボールではなく、壁や地面で跳ね返り、コインを取ることもできる、スーパーボールを放つことができ。ワンナップキノコは、パワーアップキノコと判別しやすくするために、ハートに置き換えられています。また、スターを取った際の無敵状態では、おなじみのメロディーではなく、運動会などでよく用いられる、クラシック音楽の天国と地獄が使われていました。さらに、一部のステージは、マリオが乗り物に乗り、弾を撃って敵を倒すシューティングゲームとなっています。テトリス。落ち物パズルゲームの始祖であり、現在に至るまで、世界推定販売本数、約5億本と、世界で最も売れたゲームとして有名な作品です。インタビューによると、
旧ソビエト連邦の科学者、アレクセイ・パジトノフ氏が、個人で楽しむための趣味として作ったとのことです。5つの正方形で作った、様々な形のブロックを組み合わせ、長方形の箱に収めるパズル、ペントミノを参考にして作られました。後に、旧ソ連の外国貿易協会と、任天堂がライセンス契約を結び、ゲームボーイで発売され、大ヒットを記録。交渉時は、冷戦末期だったため、任天堂の交渉役には、公安関係者が付き添い、緊張感に包まれた中で交渉が行われたそうです。さらなる詳細を知りたい方は、テトリス、任天堂、セガ、ライセンスで検索してみてください。それでは、本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのテーマに分けてお話しいたします。1つ目のテーマはこちら。テーマ1、そぎ落とし、選び抜き、探し当てる。魔界闘士サガは、河津明俊さんにとって、初めてディレクションを任された作品でした。当時のスクウェア社長、宮本正文さんは、任天堂からゲームボーイ発売の話を聞き、今度、任天堂から携帯ゲーム機が出るから、何か作ってくれと河津さんに指示を出したそうです。当時、テトリスが大流行していたこともあって、宮本さんはパズルゲームをオーダーしたそうですが、河津さんと石井光一さんは、当初から、ロールプレイングゲームを作ることを決めていました。ユーザーが遊びたいのは、携帯ゲーム機になっても、やっぱりロールプレイングゲームだろうと思ったんですと、河津さんは語っています。FF の制作による、ノウハウの蓄積を活かし、当時、構築されつつあった、当社のブランドと強みを活かす狙いもあったと思います。当時の広告に記載されている、あのファイナルファンタジーのスクウェアプレゼンツという、キャッチコピーからも、そのことが伺えます。植松信夫さんの話によると、当作は、成田からハワイへの平均飛行時間である。一つの世界を、約6時間から8時間で遊べる、ロールプレイングゲームという想定のもとで作られたそうです。さらに、通勤などの移動時間にも遊ばれることを考慮し、一度も戦闘せずに目的の駅についてはつまらないだろうと考え、エンカウント率を高めに設定しているとのことです。プレイヤーがどんな状況でプレイするのか、それを考えることはすごく重要だと思っています。それは、ゲームの中身にも大きく影響しますと、河津さんは語っています。当作は、世界を複数に分割することで、各マップをなるべくコンパクトにして、ロケーション間における移動時間の短縮を図り、ゲーム進行のテンポアップを試みると同時に、敵との遭遇の機会を一定程度も受けるために、エンカウント率を高めに設定したのだと思います。それから、一回の戦闘にかかる時間も、なるべく短くなるように意識したそうです。当作の、さりげなくも、大きな特徴の一つは、テキストが自動的に送られる点にあります。戦闘シーンでは、コマンドを選択すると、プレイヤーが任意で設定したメッセージスピードのもと、テキストが自動で流れます。この点は FF も同様です。当作の場合は、それに加え、A ボタンの長押しで、テキストを早送りできる仕様となっています。また、選択したコマンドも、各戦闘ごとに記憶されるため、自分よりも明らかに弱い敵との戦いは、ずっと A ボタンを押し続けることによって、さながらセルフオート戦闘のように、スピーディーに戦いを進行させることも可能です。もちろん、各ロケーションにおける、人々との会話も、自動で流れ、A ボタンの長押しで早送りもでき、センテンスごとに、A ボタンを押して、テキストを送る必要もありません。さらに、お店での買い物や、宝箱を開ける際は、オブジェクトに向かって方向キーを入れるだけで、自動的に行動が発生する仕組みとなっています。つまり携帯ゲームとして、長時間プレイしやすくするために、なるべく指を動かさなくても遊べるように、仕様が考えられているのではないかと思います。皆さんご存知だと思いますが、ロムカセットが主流だった頃は、テキストの分量が、制約上の一つの大きな壁となっていました。ややもすると、当時のゲームデザイナーや、シナリオライターの皆さんは、
自らが考えたアイデアやセリフの中から、何をいかにして削るかという判断も、重要な役割の一つだったのかもしれません。お店の店主の、何の用だという、いい意味でのトゲのあるセリフも、おそらくは、セリフが削られた結果なのだと思います。おい、銭が足んねえぞ。感謝はともかく、褒美の方は、てめえのような奴が、一番ムカつくんだよ。これらのトゲのあるセリフこそが、当作における味となり、殺伐とした世界観を築く要素の一つとなっています。河津さんはその点について、ツイッターでこのように話しています。メディアが変わったプレステ以降は、テキストの長さは気にしなくてよくなりました。その代わり、ボイスを使うようになると、別な意味で、セリフの長さは気にする必要が出てきました。ああいう素っ気ない表現が、佐賀の味でもあるので、今後も意識的に、短い中で表現するようにしたいと思います。人間が、一瞬で判読できる言葉の文字数は、13文字までと言われています。ご存知の方も多いと思いますが、例えば、Yahoo のニューストピックスの見出しは、ちょうど13文字となっています。テキストが自動で流れることや、ゲームボーイの当時のユーザー層を考慮すれば、削ぎ落とされた短い文章は、とても読みやすく、子供でも、短時間で十分判読できる内容であり、様々な点において、功を奏したのではないかと思います。物語や世界観の意図を、明確に伝えるという目的を果たしながら、言葉を削る作業。それは一種の技術なのだと私は思います。言葉を削ぎ落とす中においても、プレイヤーの想像を喚起する言葉を選び抜き、時に、適切な言葉や表現を探し当てる技術です。河津さんは学生時代、ビープというゲーム雑誌に、創刊前から関わっていて、ライターのアルバイトをしていたそうです。新聞や雑誌の仕事は、もともと紙面が限られているため、無駄を削ぎ落とし、要点を選び抜き、事実を的確に伝えるために、言葉や表現を探し当てるという側面を有しています。最近は、ライターが記事を依頼される際、ネット掲載を前提としている場合は、何文字でもいいですよと言われることが多く、逆に困ってしまう人もいるそうです。ロム時代、容量の制約で苦労をしてきた堀雄二さんも、同様に、かつてライターの仕事をしていましたが、その経験が、ゲームのシナリオでも活かされているのかもしれません。魔界闘士サガの戦闘のインターフェースは、1988年に発売された、FF2 の経験と反省を踏まえ、デザインしたと河津さんは語っています。FF2 での武器の持ち替えシステムが、いまいちだったと河津さんは考えていたそうです。当作の大きな特徴は、パッケージの主人公が、チェンソーとバズーカを手にし、背中に刀を刺しているように、一度に複数の武器を装備できる点にあります。武器にも様々な特徴があり、力のパラメーターに依存する剣や刀、素早さに依存するレイピアや格闘技、パラメーターに依存せず、常に一定のダメージを与える銃や兵器、さらに、単体攻撃やグループ攻撃、特殊効果が付随するものなど、バラエティに富んだものとなっています。そして、エスパーの場合は、それに特殊能力、魔法の書や杖などが加わることになります。従来のロールプレイングゲームでは、一つしか武器を装備できないため、メニュー画面か、もしくは戦闘中に装備を変更する必要がありました。しかし、この従来のシステムでは、様々な特徴が設けられた、たくさんの種類の武器を、効率的に使いこなすのは困難で、せっかくのアイデアも宝の持ち腐れとなってしまいます。そこで当作では、プレイヤーが各戦闘ごとに、自由に戦法を組み立てられるように、武器は一つしか装備できないという、常識を取り払ったのだと思います。加えて、武器や能力を回数制としたことで、敵の強さや構成、先の展望を考慮した上で、攻撃方法を選択することにも、楽しみと戦略性が生じています。河津さんは、ゲームを面白くするには、時にシンプルに割り切ることも大切ではないかと語っています。当作のインターフェースは、装備品と特殊能力を一つのウィンドウでくくり、戦闘でも、その一括化されたウィンドウの中から、武器や盾、特殊能力を選択するというシステムになっています。これは、
コマンド選択をシンプルにするためであり、戦術した、戦闘をよりスピーディーに行うためのアイデアでもあります。裏を返せば、これをもし従来型のコマンド選択とした場合、コマンドは、武器防具、特殊能力、アイテムと分類され、さらに次の階層で、またそれぞれを選択することになり、操作の手間が一つ増え、それが人数分 ×4 となれば、その分、戦闘にかかる時間も加算でしまうことになります。そして、このシステムは、インターフェースの簡素化にも大きく寄与しています。ファミコンの表示ドット数は、横 256×、縦 240 であるのに対し、ゲームボーイの表示ドット数は、横 160×、縦 144 です。つまり、ゲームボーイで表示できるドットの数は、ファミコンのわずか約 37% という計算になります。複数の武器を一度に装備できるようにしたり、異なる要素を一つのウィンドウでくくるというのは、普通はなかなか思いつかない発想だと思います。ゲームを快適に楽しんでもらうためにはどうすればいいのか。この本来の原則に基づく考えが根底にあるからこそ、こうした、いい意味での割り切ったアイデアや発想が生まれ、携帯ゲーム機でロールプレイングゲームを作るという難題を、見事に克服できたのだと私は思います。河津さんは制約について、このように語っています。制約があるから、新しい工夫が必要になり、それが面白さにつながっていく。ハードの性能や通信環境は良くなる一方で、何を制約として捉えるかが、作り手には必要ではないかと思う。前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、FF との差別化、魔界と牛サガの物語と世界観について、さらに考えてみたいと思います。後編は、動画説明文にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。失礼します。